はい、こんにちは。今日は押さえておきたい極限値ということで、こちらの極限値を求めていきたいと思います。こちらなんですが、一般的には E の X 乗を、マクロリン展開なんかをして、極限値求めていくというのが、一般的ですけれども、今回、こんなやり方もあるよということでご紹介したいと思います。これどういうふうにやるかっていうと、これ例えば N を1で考えましょうか。 N を1で考えると、 X 無限大の E の X 乗分の X ですね。これは無限大分の無限大なんですが、これは0に収束するということがよく知られてますよね。で、これはまずどういうふうにやるのかを考えましょう。で、これと同じふうにやれば X の N 乗についてもできますよと。じゃあまずこれについて考えてみると、これはですね、 Y イコール X っていうグラフ、こんなグラフがあって、あと Y イコール E の X 乗っていうグラフがありますよと。で、こんなグラフですね。 X0 の時ここ1ですよと。で、 E の X 乗っていうのはここで1の点で、X が0で、傾き1ですよね。これっていうのは微分しても、E の X 乗は E の X 乗だと。で、X が0の時0乗で1になりますよね。ですので、ここでの傾きは1ですよ。ということで、Y イコール X。これと平行になりますよと。この点において。で、つまり、Y イコール X よりも、これ上側にあるわけですから、こっちの方が大きいよと。つまり、X よりも E の X 乗の方が大きいですよね。こっちの方が上側ですよと。で、今、X を正の範囲で考えれば、こうなるよと。今、X を正としましょう。正の範囲でこれが成り立つよということですね。で、ここで、今この形を作りたいので、これで E の X 乗で割ってみると、こうなりますよね。で、これだと、X 無限大に飛ばして、0と1ですので、ここ0だと嬉しいんですけど、1なので、これだと挟み撃ちの原理が成り立たないよと。じゃあ、ここを0にするために、ここ X 分の何とかっていうふうに、X を残したいわけですね、分母に。これであれば、X 無限大にして0になるよと。ということで、こういう形にしたいよと。ということでやります。ですので、ちょっと工夫しましょうと。今、こういう状態なんですけども、ここで、X の、2分の X っていうのを使うんですね。X を2分の X で置き換えてあげる。ここの X を2分の X で置き換えてあげる。これも成り立ちますよね。今、2分の X っていうのも、X が正であれば、これは正ですよと。正のもので置き換えてあげれば成り立つわけですから、つまり今、E の X 乗っていうのは X より大きいよ。これが X が正の範囲で成り立ってるわけですね。ですので、じゃあ X が1、これも成り立つわけですね。X が2にしても、これは成り立つよと。3にしても成り立つよと。これが成り立っているわけで、つまり X が正のものであれば、これは常に成り立っているよということです。じゃあ、2分の X っていうのも、今、X が正であれば、これも正なので、正のものでこれ置き換えてあげても、これは成り立つわけですよね。ということで、今、2分の X 正なので、成り立ちますよと。じゃあ、この式でやっていきましょうと。じゃあ、あとこれ変形していけば、これが出てきますよと。これ変形すると、今、これ2をかけましょうか。2をかけて、こっちに持ってきましょう。で、これを、2分の1乗っていうのをなくすために、これ2乗しましょう。2乗するとこうなって、これ2乗するとここが4。で、この2分の X 乗が、2が取れて、X 乗になりますね。今、両辺2乗しましたよと。で、これで E の X 乗で割ってあげれば、こうなって、ここ4だけが残りますよと。で、今、これを使いたいので、ここ X1 個残して、X 分の2してあげれば、こうなるよと。これで X が分母に1個残りましたよね。で、これが出てきたよと。で、X 無限大に飛ばすと結局これは0に行くので、0と0で挟み撃ちの原理からこれは0だということが言えておしまいですね。まあ、こんな風にできますよと。つまり今2分の X にしましたね。X を2分の X にした。なんで2分の2したかっていうと、これ1個残すためですよと。つまり X の今1乗でしたね。N が1の時を調べたわけです。N が1の時には2分の X にしてあげればよかった。じゃあ N が2の時には3分の X にすればいいよと。3の時には4分の X にすればいいと。今 N ですから、N 分の X、N プラス1分の X にしてあげればいいということになります。じゃあ求めていきましょうと。今求めたいのはリミット X 無限大の E の X 乗分の X の N 乗ですので、N プラス1分の2にしましょう。今成り立っているのは0より大きく X は E の X 乗。これが成り立っているわけですね。で、ここで X をn プラス1分の2にしましょうと。そうすると n プラス1分の x ですよと。これ正ですから置き換えても問題ないよと。成り立っているよと。で、これで n プラス1をまずかけましょうか。そうするとここが n プラス1の e の n プラス1分の x ですね。で、これでこの n プラス1乗っていうのを消すために n プラス1乗しましょう。両辺 n プラス1乗するとこれの n プラス1乗。で、この n プラス1が消えて e の x 乗になりますよと。で、これで E の X 乗で割りましょうと。そうするとこれが消えますよと。で、こうなりましたよと。で、これ、この形にしたいので、X を1個
削ってあげて、こっちに持ってくればこうなるよと。で、これで X が分母に来たので、こっちは X ないので、X 無限大に飛ばせば0になりますね。で、0と0で挟まれるので、これは挟み撃ちの原理から、これは0になるよということで、示すことができるわけです。ということで、こんな風に示せますよという紹介でした。これ前にあのログの時にも成り立つわけですね。ログ X と、X 分のログ X。これなんかも同じように示すことができるわけなんですが、まあ、今回 X、E の X 乗についても同じように示すことができるということでご紹介しました。今回は以上になります。ありがとうございました。